ミルビオ教、またはミルウィウス橋は、イタリア・ローマの北にある橋で、テベレ川に架かる、最も重要な橋の一つ。紀元前206年、執政官、ガイウス・クラウディウス・ネロが、メタウルスの戦いで、カルタゴ軍を撃退した後にこの橋を建設した。紀元前115年、執政官、マルクス・アイミリウス・スカウルスが、同じ場所に新たに石造りの橋を架け、以前の橋を取り壊した。 312年、コンスタンティヌス一世が強力なライバルだった、マクセンティウスをこの橋とサクサルブラの間で撃破した。世に言うミルーイウス橋の戦いである。中世になると、アキュッツヨという修道士が橋を修理している。1429年、教皇マルティヌス五世が、建築家、フランチェスコダ・ジェニスザノに命じて崩壊していた橋を再建させた。 18世紀から19世紀にかけて、二人の建築家、ジュゼッペ・バラディエールとドメーニコ・ピギアニがこの橋に手を加えている。テベレガーに架か,かるミルビオ教2006年後半になって、この橋の上の街灯に愛を記した南京城を架けると結ばれるという噂が広まり、カップルが集まるようになった。この時、二人で南京城を架けた後、川に背を向けて、 鍵を投げ入れるという儀式になっている。この儀式を考案したのは、イタリアの作家、フェデリコモーチで、アイウォンチューという小説及び映画で使われていた。2007年4月13日、無数の軟禁状をかけられた街灯がその重みで折れてしまった。そのため、代替として、バーチャルに軟禁状をかけられるウェブサイトが作られた。2007年7月、 市長が新たに鉄骨の柱を設置し、南京城をかけられるようになった。ありがとうございます。